チャーハンター2回戦が始まりました。宝箱に入ってる賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段。さあ、ぐるぐるの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在に第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がやおっと狩野英孝をしていきました。斉藤もしていた、あっ小峠も落ちました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤が続いています。斉藤が落ちていった。さあ3人が並んで、小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よく理由がわからないが、ガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝になっています。狩野英孝足をまたつかせていなくなっていきました。小峠人気に応えるか。順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ。順調にいったからのスタートになりました。小峠が速い。小峠が順調に上がっていく。ぐるぐるになれたか。小峠ここで落ちていった。角と一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位、斉藤がそれを追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮、しかしながら田中が落ちていった。大悟はなかなか階段を登れない。そして狩野英孝来ているぞ。小峠も速い。左右から攻めている。3人がほとんど並んでいる。しかし一歩抜け出すのは誰か。この2006年春から始まったヌルヌルの歴史、ヌルヌル伝説の始まり。3年ぶりに感謝祭に復活したこのヌルヌルで、果たして誰が今日伝説を作ることになるのか。小峠がまた中央突破。現在トップに立っている。右足がちょっと危ないか。一歩ずつ行く。カノエイコをしてった。小宮がなぜか這いつくばって動けなくなっている。小峠は順調だ。小峠が一歩ずつ確認をする。ローションを確認